高杉,高杉勢二郎、高杉勢二郎、高杉勢二郎、本名、白石茂雄は、大阪府片野市出身、吉本工業所属のラジオパーソナリティ、ナレーター、声優、俳優である。真ん中の贅は、ミドルネームで、贅二郎ではない。番組によっては、ジロ、ジロと名乗る場合もある。ラジオ番組のパーソナリティとして、主に、DJ ジロ名義で活躍。 ジロとしては2003年4月より FM 富士でラジオイザム月曜 DJ を担当。以後同局ではパワーストディオフラム富士月火曜日を経て、現在はプンプアップラジオ木曜日を担当しているほか、FM ポートの番組で東京からの生放送も担当している。また J スポーツ ESPN での番組実況及びナレーションなども担当。過去には ベイフムやナックファイブ、東京 FM の番組も担当していた。ナレーターとしては、A ネーションの CM ナレーションや様々な CM のナレーション、テレビ番組のナレーションなども担当。現在は、読売テレビ、つながりファンタジーいつも、ガリゲルのナレーション担当、番組内ではコーナーによって5種類の声を使い分けている。声優としても活躍しており、 主に、遊戯王デュエルモンスターズシリーズの、ペガサス・ジェイ・クロフォード役が有名である。俳優としては、桂三ラ・現、六代桂文江の弟子修行時代に、伊丹映画祭記念作品に主演、関西映画シーンに名を馳せる。その他関西ローカル朝日放送の名物ドラマ、部長刑事にも、純レキュラーで演。在米時には NHK 土曜ドラマ、米岳だけの行方で主演も務め、 日本放送愛好者協会賞を受賞する。また、坂井正明主演のドラマでは、ラジオ DJ、DJ 次ロ本人役で出演などもしている。桃山学院大学4年の時に落語をしない、弟子として、桂三氏に入門、3年間の弟子修行を終え、吉本工業所属で初めて、アメリカ、ハリウッドに留学。現地で、ハリソン・フォードに日本語、大阪弁指導。 タテシ、FM 局 DJ などを務めた後帰国。吉本初の DJ、スポーツ DJ、ナレーターとして活動する。そのラインから、かつて、吉本女子プロレス JD のリングアナも行っていた。男女、総合を問わず様々な格闘技のリングにも上がっている。2010年には、フジテレビ系、ハネルノと、ビラスペシャルで、北洋のアブカワミが、ボクシングで、 世界ランカーにチャレンジした時も、スペシャルリングアナウンサーを務めるなど、バラエティ番組などもリングアナとして登場している。かつて、ハイパーヨーヨーの大会の実況を務めたこともあり、その縁で漫画、超速スピナーに登場したことがある。現在の専門は、X ゲーム系の実況、プロレス、ボクシングなど、スポーツ DJ 分野、スノーボードの日本オープンなど、 ビッグ大会の DJ も担当している。2004年より J リーグバンフォーレ甲府のメインスタジアム DJ も行っている。過去には日韓ワールドカップなどで国際 A マッチの DJ も担当している。2009年4月からプンプアップラジオ木曜日担当になるとともに長年にわたった東京での生活に終わりを告げ山梨県にアイターンし現在は 山梨から東京に通う生活を送っている。2010年より山梨県から山梨大使に任命され、山梨の良さを県外に伝えている。また、ラジオ DJ 開発の温泉ソムリーアンバサダーの資格も持ち、温泉正しい入浴法などの普及活動にも努めている。日本で唯一の焚き火家として、様々なところで火を楽しむイベントを展開している。 普段の移動は、キャンピングカーでもある。その関係からか、キャンピングカーショーでも講演を行うことも、またバイク好きでも知られ、ハーレー・ラビッドソン・ジャパン主催の日本最大のイベント MC なども務める。本業とは別に、ユーストリーム中継やツイッターに特化した活動も行い、ソーシャルメディアを使って多くの行政、企業をバックアップする社会活動家という面も持っている。 2011年に発生した東日本大震災ではいち早く現地に入り、様々な現地支援、広報支援活動を続けている。特に、お礼プロジェクトとして、ひまわりプロジェクトを、提唱、被災地に代わり、義援などを知った人にお礼として、ひまわりの種を配る、被災地を忘れないための活動を行っている。その延長で9月に、 台湾にも赴きお礼プロジェクトとして現地にご礼の気持ちを伝えた。配った種の総数は100万本以上。協力者として元オリンピックスキージャンプ代表、笠井則明選手らがいる。2011年秋からは、師匠、桂三氏、現、六代桂文江から一問で初めて名前を定号にもらい、初代西エ査定次郎として落語家としての活動も開始。 従来の落語家のスタイルではなく、師匠譲りの創作落語で、クラブやミュージシャンのオープニングアクトなどで落語を披露している。オリジナルとしては、ラジオ的落語を、表会場を、ラジオ的な世界に捉え、観客を巻き込んだいまだかつてない新しい落語のスタイルを演じている。2012年7月23日には、富士山町の富士山本宮浅間大社屋愚で、 法納落語を披露した。2014年秋からは山梨県から社会教育委員に任命され、その任に当たる。2016年1月開始のテレビ山梨、ウッてタウン6丁目では高杉の登園という設定の南おばちゃんがレギュラー出演している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。